ウェイン・ホービッツはアメリカ出身の作曲家、キーボーディスト、レコードプロデューサーである。1980年代のダウンタウンシーニア、1990年代のニューヨークでジョン・ゾーンのネイキッドシティに協力したことにより注目を集めた。ホービッツはそれ以来、いくつかの進行中のグループを持ち、高日市芸術大学の作曲担当副教授として、 働いていたワシントン州シアトルに移住している。ウェイン・ホービッツは、ザ・プレジデント、ピック・ペン、ゾニー・マッシュ、そして4プラス1アンサンブルといったグループを率いてきた。レコーディングやパフォーマンスを共にしてきたのは、ジョン・ゾーン、ビル・フリゼール、エリオット・シャープ、ダニー・バーンズ、タッカー・マーティン、ブッチ・モリス、フレッド・フリス、ジュリアン・プリスター、フィリップ・ウィルソン、マイケル・シュリーブ、カーラ・ブレイ。 ティモシー・ヤング、ボビー・プレバイト、スケーリック、ダグラス・セプテンバーほか、おそらくバンド、ネーキとシティのキーボード奏者としてよく知られている。また、ワールドサキソフォン・カルテット、ヒューマン・フィール、マーティ・アーリック、ホンテラ・バス、ザ・リビング・デイ・ライズ、ビル・フリゼール、エディ・パルミエリのレコードをプロデュースしている。作曲家として、ニューヨークの劇場である、ザ・キッチン、クロノス・カルテット、 ブルックリン音楽、アカデミー、ニューワールドレコード、シアトルチャンバープレイヤーズとイヤーショットジャズから委託を受けている。また、ホービッツは、ミート・ザ・コンポーザー、国立芸術基金、ニューヨーク州芸術評議会、メリー・フラッグラー・キャリー・トラスト、シアトル芸術委員会、リラ、ウォーレス・リーダーズ・ダイジェスト・ファンド、米国アーティスト基金といった各団体から委託助成金を受けている。 2002年には、シアトルで2004年10月に初演された、室内楽オーケストラと声楽のための新しい作品、ジョヒルを創作するために、ロックフェラーマップ助成金が授与された。2003年の作品で、弦楽四重相談とソリストのために作られた、ウィスパーズ、ヒムスエーマーマーは、シアトルシティアーティスト助成金の一部を拠出して、2004年3月に、初演された。 この作品と以前の弦楽四重奏曲、マウンテン・ランゲージがまとめられて、ウィスパーズ、ヒムス・エー・マーマーのタイトルで、ゾディッヒ・レーベルからリリースされた。最新の弦楽四重奏曲、この栄光の丘は、ヨンカルチャーと、市長芸術文化局の支援を受けて移植された。タッカー・マーティンとのコラボレーション、マイ・ラブは、ザ・ニューヨーカー氏とアマゾン・ドット・コムのジャズ部門で、 2004年のトップ 10CD リストに載った。2005年2月にはイヤーショットジャズからコンサート・オブ・ザ・イヤーのゴールデン・イヤー賞を受賞した。演劇と舞踊のための作品としては、シアトルのアクト劇場で1998年に制作されたセールスマンの死のための音楽が含まれるほか、エズラ・パウンド、エレクトラのプロデュース、ハロルド・ピンター、山の言葉のアメリカ初演などがある。 1992年に振付師のポール・テイラーはホワイトオークダンスカンパニーと協力しウェイン・ホービッツによる11のコンポジションで新作 OZ を制作した。他の劇場や舞踊の作品にはビル・アーウィンのブロードウェイショー、ストリクトリー・ NY の音楽、そしてリズラーマンダンス・エクスチェンジ、アンミ、ル・ジャンドル、ニッキー・アピノ、ハウス・オブ・ディムズ、 クリスピン・スピース・ダンス・カンパニーの制作が含まれる。ホービッツは様々なビデオ、映画、テレビ、その他のマルチメディアプロジェクトのため音楽を作曲している。その中には、PBS のチャフーリ・オーバー・ベニスの全長スコア、シアトルにある EMP 博物館の作成に関する2つの映画というガス版、サント監督の2つのプロジェクトが含まれている。 2000年1月、ポルトガルのポルトで2台のピアノ、2本のクラリネット、そしてバイオリンのためのチャーリー・チャップリンの映画、サーカスにつけられた85部のスコアが初演された。2007年4月現在、ホービッツはグラビト・スカルテット、スイーター・ザン・ザ・デー、バーミントなどで活動している。2011年12月、ホービッツはシアトル・コロンビア・シティにあるライブミュージック会場、 ロイヤルルームをオープンした。ウェインホービッツ4プラス1アンサンブルウェインホービッツ、グラビトスカルテットウェインホービッツスイーターザンザデー、ピックペンザプレジデントゾニーマッシュウェインホービッツ、ブッチモリス、ウィリアムパーカートリオウェインホービッツ、ブッチモリス、ボビープレバイトトリオウェインホービッツ、ロンサムワース、ペギーリー、 ディラン・バンダー・シフマイ・ラブ・ニューヨーク・コンポーザーズ、オーケストラ・ポンガ・ソニー・クラーク・メモリアル・カルテット・ジョン、ゾーン、エディオット・シャープ、ボビー・プレバイト、ウェイン・ホービッツ・ドナルド・ルビンスタイン、ウェイン・ホービッツ・アンド、ゾニー・マシュ・ウィズ・ボビー・プレバイト、オール・ミュージック・バイオグラフィー・ハット、http://www.colnish.etu/.extension/.compositionintensive でバロス。 ポール、ウェインホービッツ、ライナーノーツ2ウェインホービッツ、ジョーヒル、16アクションズ4オーケストラ、ボイセズ、アンドソロイスト、ニューワールドレコーズ、ザロイヤルルーム、ライブミュージック、レストラン、ラウンジ、プロジェクトルーム、t h e r o y a e l r o o m s e a t t l e c o m 2 0 1 8年7月11日閲覧、ありがとうございます。